掛川市立図書館は、静岡県掛川市の設置、運営する、市立図書館である。中央図書館、大東図書館、大須賀図書館の3館があるほか、図書館遠方の住民のために移動図書館が、市内各地を巡回する。大日本報徳社の所有する淡山、翁記念報徳図書館についても述べる。中央図書館、大東図書館、大須賀図書館の3館があるほか、図書館遠方の住民のために移動図書館が、市内各地を巡回する。掛川市内に在住、通勤、通学の者と、近隣市町に在住する者ならば、誰でも、いずれの図書館でも借りることができる。利用の際に必要となる利用者カードは、全館、移動図書館共通であり、初回利用時に発行される。休館日と移動図書館の移動スケジュールは、公式サイト及び、広報掛川にて案内される。中央図書館現在の建物は2001年に新築されたもので、掛川城、大日本報徳社など、周辺の景観に合わせ和風、平屋造りになっている。ハートビル法に適応した設計がされている。掛川市立大東図書館と、菜の花畑掛川市文化会館、潮根と、敷地、駐車場を共有する。大須賀支所、中央公民館などと同じ敷地内にある。淡山翁記念報徳図書館淡山翁記念報徳図書館は、大日本報徳社の所有する、県内最古の民間図書館である。第2代社長の岡田良一郎の生前の功績を記念して建てられた。良一郎が淡山と号していたため、淡山翁記念報徳図書館と名付けられた。掛川市中央図書館の道路向かいの、報徳社関連の施設が集まる敷地の南隅にある。1926年5月に建設計画が立てられ、工事は、掛川町の馬場組、馬場喜三郎が請け負い、設計から完成までの指導監督は、静岡県建築課長の五扇氏が担当した。起工式は、同年11月25日に行われ、建物は、岡田良一郎の13回忌にあたる昭和2年7月31日に、竣工。落成式は11月1日に行われ、1928年6月20日に開館式が行われた。総工事費は22,220 円63銭。開館当時の蔵書数は2817冊。開館後24年間にわたって一般に開放され、1952年からは、掛川町立図書館となり、市制施行後は1969年まで、掛川市立図書館として利用された。建物は、正面約 12.8 メートル、奥行き約 7.3 メートルの鉄筋コンクリート造り2階建てである。アールデコ調の外観と、禅宗寺院の3カラトに似た内装を持つ大正、昭和初期の建築。様式の流行を反映した建造物となっており、静岡県の有形文化財に指定されている。現在、内部は一般に公開され、開館時間中は入館できる。1階には高さ約50センチメートルの岡田良一郎の座像が展示されている。1階の書庫は公開されておらず、2階の展示室のみ、閲覧可能となっている。ありがとうございます。